はい、どうも日暮しの松です。今回はちょっと森の中へ、やってきました。一人で怖すぎるんですけど、まあちょっと、まあカエルの鳴き声とかもするんで安心しますね。はい、では行っていきましょう。ここはちなみに、まあ、友達が行ってたんですけど、平田クワガタが取れたことがある場所らしくて、まあそれが本当かちょっとわからないんですけど、まあ行ってみる価値はあるかなって思ったんで、来てみました。では行ってみましょう。はい、今森のど真ん中にやってきました。ちなみに、さっきなんだっけ、あの毛虫がぶら下がってたんですよ。でそれを思いっきり急ハンドルで原付で避けた結果、転びました。こんな汚くなっちゃいましたよ。でバイクのエンジンがつかないんですよね。俺森の真ん中なんですけど、どうしよう。何度もキックで、エンジンをやってたらやっとつきました。もう何回やったか分かんないんですけど、やっとつきました。よかった。では行きたいと思います。はい、では探していきましょう。このうろん中とかはもうアリの巣になっちゃってんな。結構いろんないそうなうろなんですけどね。難しいな。てかいないな。アリの巣になっちゃってます。よし、上の方、あ、コクワがいる。あれはコクワですね、平田じゃなくて。では取って蹴ってみますか。うん、蹴ってみよう。行くかな。よっ、お、いっぱい落ちてきた。おーっと、よっ。はい、ノコギリクワガタとコクワガタですね。ノコギリかわいいな。あんま大きくないですけどね。水牛タイプじゃないですけど、1回の蹴りでこの2匹が落ちてきました。もうちょっと蹴ってみようかな。よいしょ、とりあえずこの子たちはこの辺に逃がしておきます。よし、落ちていくかな。まだ、ここからはちょっと道が険しいんでバイクを乗り捨てて行きます。よ、いやー、なんだここマジで獣道じゃないですか。いや、こういう時はエロい話をすればいいんですよ。なんかお化けってこう一番生命力のあるなんか話題が嫌いらしいんですよね。まあ、だからこう繁殖、まあ、こう死ぬと逆じゃないですか、繁殖増えるって。まあ、だからエロいことが嫌いらしいです。まあでもちょっと、はい、どこだっけな。まあ僕あんまエロい話しないんですけどね。よし、着いた。ここの木すごいいたんですよ、昔は。昔というか3年前ぐらいは。水牛タイプがゴロゴロ落ちてくるような、ポイントなんですけどね、いないですね。ちょっと蹴ってみます。歯が立たなそうですけど。
が立てねえな。うん、落ちてこないですね。よし、恐ろしすぎる。ちょっと今日なんかバイクがすげえ調子悪くなっちゃったんで、今日はちょっと短いんですけど、おなんだこいつ、すげえ雲がいました。ジグモかな、雲ですよね。まず意外とかっこいいな。はい、まあそんな感じで、今日はちょっとバイクの調子が悪いので、まあ多分なんか葉っぱかなんかを一気にタイヤの方に入っちゃったのかな。なんかそれでバイクが動かない気がするんですよ。全然なんかすごいスピードが出なくて、最高にひねっても20キロぐらいしか出ないんですよ。まあ、なのでちょっと今日は、うわーがんぼ、はい、今日は、最終終わりにしたいと思います。うわーガが飛んできた、鼻カマキリにあげようかな。まあ冗談はさておき、よいしょ、やっぱこの木ですね。この木があそこ鱗になってんだ。ここの場所が見にくいな、鱗になってんですよね、ここ黒い場所だから、多分そこにコクワガタがいたんだと思います。でさっきのノコギリ、あいたノコギリ、いややっぱ水牛が欲しいですよね。これって、あーさっきのコクワか、ノコギリのメスかと思いました。あそこにコクワガタがいますね。あのコクワガタ落としたいな。あれコクワですよね、平田じゃなくて。と一応落としてみますか。はい、あのコクワガタは落ちてきませんでしたね。うん、まあコクワだからいいかな。ちょっと大型なんですよね。まあでも言うて4センチぐらいかな。今日はちょっと肌寒いんでカブトムシがいませんでしたね。まあでも、少ない数だったんですけど、ノコギリクワガタが取れてよかったです。はい、まあここもこれから最終ポイントにして、何回か来てみようかなと思います。まあ一応平田の目撃もされてる場所なんで、貴重な、他に平田が取れる場所って知らないんで、まあここでちょっと取ってみようかなと思います。ちょっと今日はバイクのトラブルに、トラブルがあって短い動画になっちゃって申し訳ございませんでした。まだ取れるところはあるので、いろいろ今後回っていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さようなら。はい、帰ってきました。いやーちょっと今回のクワガタ採集は結構大変でしたね。まあまさかこうバイクのエンジンがつかなくなっちゃって、まあ結局つくようにはなったんですけど、まあその後こう運転してる時、フルにこうバイクのこうひねりをあれしても20キロしかこう出なくて、まあ結局はこうバイクを押して帰ることに、なりました。まあさすがにこう国道の、まあ、広い道をこう20キロのバイクが、まあ、トロトロ通るわけにはいかないので、まあ、押して帰ってましたね。まあ細い道がバイク乗ってたんですけどね。でまあそしたらこう警察に職質をされまして、かなり大変な昆虫採集になっちゃいました。まあでもさすがに20キロで走ったり、でその後にこう歩道でうろうろしてたり、ね、歩道でバイクをこう押しながらうろうろしてたりしたら、まあさすがにこう怪しまれるかなとは思いました。でまあなんで職質されたかというと、まあこうバイクをこう押してたりとか20キロ走ってる分には全然、まあ、職質される理由にはならないんですけど、まあこうバイクを盗んでるって思われたんですよね。なバイクを盗んでこうキョロキョロしながらなんかこうバイクを押して帰ってるみたいな感じで思われたらしくて、まあ、それでこう窃盗の
窃盗の疑惑みたいので捕まっちゃいました。捕まってはないな、職質されました。まあただちょっと話して、あ、まあ気をつけるんだよと言われて、帰ったんですけど、まあそれだけなので良かったんですけど、まあ、うん、かなり大変な、昆虫採集になりました。まあ時間も11時とかで遅かったので、うん、まあやっぱ怖いな昆虫採集はと思いました。はい、では皆さんも、まあ、昆虫採集の際には、まあ、動画撮りながら行かなきゃ大丈夫だと思うんですけど、まあ、動画撮りながら行く際には気をつけてください。ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。ではさよなら。